日本の F2 次期戦闘機計画は、別名 F3 計画とも呼ばれているそうです。純国産を目指している F3 戦闘機と同時に配備される予定なのが AI 無人戦闘機です。今回詳細に見ていきたいと思いますが、もはや人間の手による操作は最小限に済ませる戦闘が多くなっていくのでしょう。ボタン一つで地球の裏側にいる敵を顔を見ることもなく兵士、顔も名前も知らない人間を殺したことに痛みを感じることもないという残酷非道な戦争は現実のものとして近づいているのかもしれませんね。2021年5月、防衛省は現在開発中の F2 戦闘機の後継機となる国産次期戦闘機と連携して使用される無人機のフルスケールの実証機開発関連費について、2022年度予算の概算要求に盛り込む方針ということを公表しました。次期戦闘機は国内企業グループで開発が進行中です。目標としては2030年代半ばからの配備ということです。作戦、任務遂行のための根幹となるミッションシステムやインテグレーション技術に加え、ウェポン、武器を統合する火器管制システムなどの研究も進められているそうです。無人機については、こういったシステムとの連携は言うまでもなく、無人機自体の自立飛行性能も求められています。ちなみに、自立飛行とは、パイロットが操縦しないで、遠隔操作で監視しながら必要な時だけ操縦するということです。この操作も、敵の顔を見ることがなく行われるということでしょう。この無人機は、次期戦闘機の艦上で運用される見込みです。作戦空域付近で射出され、より危険な前線空域に展開して、搭載破破機の誘導コントロールを受けながらも自立飛行できると言われています。無人機の利点ですが、何と言っても、乗員、パイロットの人命を守れるということでしょう。それに加えて、有人機では、不可能な運動性能が発揮できますし、コックピットのスペースがいらなくなるので、そのスペース分小型化できます。なおかつ、パイロット分の重量が軽くなりますから、その分積み込む燃料も増やせます。従って航続距離が伸びます。同時に、兵器の搭載量も増やせますね。機体のフォルムにも影響が出ます。つまり、機体の凹凸が減らせるのです。ということは、ステルス性能の向上につながっていきます。コスト的にも有人機と比べると、機体コストが大幅に減らせますし、極端なことを言えば、ミサイルのごとく、使い捨て戦闘機として活用することもできるのです。個人的には、使い捨てと言ったって、マスクやコンタクトではないのですから、巨額のコストを想像すると、簡単に使い捨てて欲しくはないのですがね。防衛省での無人機開発構想は、以前からあったそうです。現在、空自がアメリカから導入を進めている無人偵察機 RQ-4B グローバルホークと同じく遠隔操作できる無人機の研究も進められていると聞きます。遠隔操作無人航空機といえば、前述のグローバルホークと並んで知られているのが、アメリカ空軍が開発中の XQ-58A バルキリーという機体です。バルキリーというと、一世を風靡したアニメ、超時空要塞、マクロスを思い出す方もいらっしゃるのでは？このバルキリーを開発した会社は、アメリカ軍需産業界では、無名だったクラトス社です。この機体は、AI によって、亜音速飛行と長距離飛行が可能になった自立飛行無人機なのです。
ヴァルキリーの初飛行は2019年3月でした。初フライトの成功以来、何回も試験飛行を重ねてきましたが、2021年3月の6回目の試験飛行で、ウェポンベイから小型ドローンを射出する実験に成功したと、アメリカ空軍研究所からの発表がありました。このドローンは、小型無人航空機、アルテウス600と呼ばれているもので、アメリカ空軍研究所が提唱している低コスト消耗型航空機技術の一つとして開発されたもので、電子戦や信号防止などの任務を実行できる優れものということです。アメリカ空軍は2019年に自立型無人システムの実戦配備を目指すスカイボーグ計画を発表しています。この計画によって、組織化された無人航空機群を低コストで運用、維持が可能になる。紛争地域でスピーディな行動が可能になり、敵に決定的な打撃を与えて侵攻を阻止できるとしています。では、日本の様子を見てみましょう。防衛省は、偵察機、戦闘機などあらゆる機種で無人機の運用を考えているようです。コンピューターが機体設計を行うデジタルモックアップ技術を活用した研究を進めていると推測されていますし、今回の次期戦闘機に付随する小型無人機もその研究成果ではないかと思われているのです。防衛装備庁は2016年8月に将来無人機装備に関する研究ビジョンを公表しました。内容は航空無人機の研究開発が中心でしたが、2019年以降に第3分類無人技術検証として遠距離見通し外運用型無人機の技術検証に力を注ぐとしています。その後、第4分類無人技術検証戦闘型無人機の開発を進めていくとみられています。この研究ビジョンでは、無人機研究に関しては前述の他にも、近距離見通し内運用型、特殊飛行型そして携帯型、ドローンなどが挙げられています。現在も、このビジョンを基本としつつ、実情に合わせながら、無人機の研究開発が進行中と推測されるのです。一口にドローンといっても、用途によって、様々なものがあるのですね。農薬散布や、小型の荷物配達だけではないようです。今回防衛省が公表した次期戦闘機と連携する無人機の種類を強いて表現してみると、近距離見通し外運用型かつ携帯型無人機とも言うべきジャンルのように感じます。世界各国が進めている潮流に乗り遅れないためと思われますが、日本としては F-15J 戦闘機の近代化改修計画がデッドロックに乗り上げて、膠着状態となっていますから、アメリカより早く、開発に成功する可能性がある第6世代次期戦闘機との連携を進めようとするのは、いわば当然のことと考えられます。パイロットの疲弊を防止できる無人機戦闘機の開発については、日本だけではなく、すべての国が注力していると言っても、過言ではない現状です。2021年2月、アメリカ国防高等研究計画局は、ロングショット開発計画を発表しました。そして、国内3社に、空対空ミサイルを搭載して、敵機を攻撃するためのドローンの設計を発注したのです。このドローンは、有人機から操作することで、母機である有人機を敵機から防衛する盾として使用され、搭乗員の疲弊をさらに減らしていけるだろうと考えられています。
アメリカとロシアについては、搭載可能なドローンタイプの無人機の他に、今所有している第5世代や第 4.5 世代戦闘機と遠距離誘導型無人機を、セットとして、チーム体制での運用も考えながら、開発を進めていると漏れ聞こえてきます。このポイントから見ると、日本は遅れをとっているのではという声もあるそうです。と言っても、防衛費には制限があります。無人像に予算が湧いてくれば良いと思うのは日本だけではないでしょう。だからこそ、あれもこれもと限りあるお金を分散させて消費してしまっては、全部が中途半端になってしまうのではないかと不安視する声もあります。現状では、欲張ることなく、次期戦闘機の実戦配備を急ぎながら、連携する無人機開発の同時進行という一つの事業に集中するべきではないでしょうか。